第7試合ディープフェザー級5分2ラウンドを行います。青コーナー、キバマーシャルアーツクラブ、ディープフューチャーキングトーナメント2015ライト級優勝、高潮龍一。赤コーナー、フリー高野ゆうき。レフリー永瀬達郎。続いてはディープフェザー級5分2ラウンドの戦いです。高野勇気対高潮龍二の一戦です。黄色いトランクス高野勇気、青いトランクスが高潮龍二、この両者の戦い5分2ラウンドで行われていきます。ラウンド1、5分2ラウンド第1ラウンドが始まりました。高野選手はレスリングが強くて、はい、そうですね、高潮選手は柔道出身というか、はい、うん、四つからの掛け技だったりがうまいんですよね、はい、組の展開期待したいですね。高野のパンチ、また高潮もこうパワフルなファイターという印象ありますからね、はい、お互い飛び込みの打撃がうまくて、はい、飛び込んでからの組の展開、ケージレスリングがうまいんで、うん、ナイスキック、高潮のローキック、そして高野のパンチ、お、組みきましたね。さあ組みに行く、そして返していこうというのは高潮、どちらがいい流れで組みに行けるかというところですね。そうですね、高野選手も赤尾選手にパンチのラッシュからバウンド KO とかだったり、はい、パンチでも KO 取れたりするんで、はい、アグレッシブでローキック、いいですね、このテイクダウンのフェイントからパンチとか当たると思います、はい、そしてその打撃もしっかりと殺傷力があるわけですね。蹴りを見せるのは高潮龍二、ナイスローですね、高野のローキック、高潮選手も打撃上手いですね、はい、そうですね、しっかりガードもして、うおい、おお、フェイントをかけながらの左、そして右のキック、ナイステイクダウン、高野がその足を掴んでいる、そこからガブル体勢、高潮のパンチもいいものがありますね。いいですね、今のボディストレートからの左、はい、右行くっすかね、よかったですね。さあ一旦再び離れていく、前に出る高潮龍二、挑発するように高野の動き、ローキック、右打っていく、ここ挑発されて無理にいかない方がいいです、はい、テイクダウンだったり狙ってると思います、左のフック、高潮打ち返していく高野、両者打撃でもこう気迫が見えますね。ストレート強いですね、高野選手、はい、高潮選手もガードがうまくて、ええ、しっかり被弾しないですね、うん、追い詰めるように高潮がプレッシャーをかけていく、両者のフルスイングがどこで当たるかというところですね。なんか打撃の決着になりそうですね、はい、お互い飛び込みのフックがうまくて、思ったよりケージレスリングにならないですね。そうですね、どちらもこう当てて終わろうという打撃を見せています。高潮選手も現在2連勝中で、そうですね、去年の12月に西谷選手に安定勝ちで、はい、そうですね、ロキック、この高野選手の回り方がいいですね、あ、そうですか、はい、相手のローキックだったり右の強振が当たりにくいんで、はい、この右回りされると、はい、テイクダウンもしにくいんですよね。
高潮のパンチ、思わず後ろに下がったのは高野、効いていないというポーズ。両者戦いを楽しんでますね。フットワークがいいですね、はい、両者に笑顔が見えているが、テイクダウン、高野の足を引っ掛けた。うまいですね、この殴り合いに見せてのテイクダウン、はい、ここでタックルに行きました。そして足をしっかり引っ掛けていきました。大振りつつ高潮立ち上がる。第1ラウンド、あっという間に残り時間は30秒を切っている。高野選手はハワイでマックスオルウェイのジムだったりで、はい、トレーニングも積んでましたね。武者修行にも行きましたね、はい、その後大塚隆文との対戦実績もある高野勇輝です。最後の最後までお互い手を緩めませんね。今のクロスカウンターもどっちが当たっても倒れましたね、はい、あれは、ね、思わず敵から選手からも声が出るそんな第1ラウンドの終了間際でしたが、さあ1ラウンドを振り返って印象はいかがですか。いや、お互いもっとケージレスリングの展開になるのかなと思ったんですけど、はい、打撃戦で、はい、すごい面白いですね、展開が多くて。そうですね、両者ともにこう当たればという打撃を見せ、はい、そんな中高野勇輝、そうかと思えばタックルに行ってという戦いがありました、はい、あそこで一つ引っ掛けてテイクダウンを成功させたのもポイントになりそうですね。そうですね、高潮選手もうまくブリッジして立ちましたね、はい、さあこれを踏まえてのこの後の最終第2ラウンド、どんな展開が待っているのか。2ラウンド目どうなりますかね。はい、打撃なのか一転してグラウンドの勝負になっていくのか。ラウンド2ファイナルラウンド、最終の第2ラウンドです。さあここもやはりじわじわっと高潮龍二がプレッシャーをかけていく。それをキックから飛び込んでの左、高野。お互い気が強くてすごいですね。そうですね気迫が打撃に乗っていますね、はい、右高潮、ナイスボディです。高野も打ち返していく。高野選手下持ち出してきて、はい、打撃入るかもしれないですね。上下に打ち分けて、はい、上下に打ち分けて右が当たる。飛び込みの打撃うまいんで、はい、タックルのフェイントも効くと思うんですね。テイクダウン取ってるんで1ラウンドで、はい、またタックル行くと見せての打撃ですとか、はい、ここは高潮龍二のパンチ。橋尾選手も柔道、はい、警察の柔道、そうですね、元栃木県警という経歴です。左のキック、フェイントをかけながら高潮を前に出る。もちろんこの高野も狙いすましてますからね、はい、お互い右と右狙ってますね、はい、クロスカウンター前に出る高野、右、高潮選手全然下がらないですね。そうですね、高野のパンチも強烈なんですが高潮も前に出ていきます。高野選手しっかりフットワーク使って、はい、飛び込んでうまいですね、うん、追うように高潮のパフック、あの回り方されるとなかなか当てづらいですよね。蹴っていく高潮龍二、ここで組んでいくが離れます。ナイスカーフキック、高潮のカーフキックもう一発、フェイントから高野が一気に行く、ラッシュをかけに行くが離れます。打撃戦ですね。そうですね、おい、高野の左、両者ともパンチしっかり当たりますよね。そうですね、高潮選手今2回カーフキック蹴ってるんで、はい、もしかしたら高野選手そのカーフキックに右ストレート狙ってるかもしれないですね。あ、合わせに行く、はい、この今蹴りが多めになってきたんで、はい、タックのフェイントいいですね。
フェイントからの打撃、そして左のキック、蹴りが当たり始めてるんで、高島選手このローキック、はい、うん、右のキック、いい、ね、ハイキックに変えたことで打ちづらくなりますよ、はい、高島選手はローに合わせようという意識が、はい、なくなっちゃいますね、はい、いいですね、高島選手蹴り返す高野、左のキック、蹴りをちゃんと上下でというのも意識はちゃんとあるわけなんですね、はい、高野選手しっかり上下で打ち分けて、はい、右、相手が空振りして遠くなったなと思った時に飛び込みのフックからストレートがあるんで、うん、ここでタックルを狙ったが高潮が対処する、はい、この右回りに対して空振りして、はい、あの組みに行こうと高潮選手がした時とかに逆に四つ組み行ったり、テイクダウンしに行こうという姿勢が高野選手見えますね、はい、作戦なんですかね、飛び込んでいく、残り時間1分となりました、第2ラウンド最終ラウンドです。うわ、右、高野の右が強烈で入った、聞いてますよ、聞いてますよ、必死に組んでいくのは高潮隆二、パンチを落としている高野、これ左足いい刺激でした、左足切ったら、はい、あと止まっちゃうか、これ左足切りたいですね、高野選手は懸命に高潮がここしがみついている、高潮選手はこれもケージ前で押し込んで、はい、ボディロックに変えたりだとか、お、切っていく、ガブっていく、お、スイッチバックすり抜けていく、さあその終盤どうだ、前に出るのは高潮、高野のタックルにもしっかり対応している、お互いスイッチうまいですね、はい、さあ離れた 右、高野の右、高潮の左、ここで試合終了のゴング、関原選手からも何度もまずおっという声が、面白かったですね、いい戦いですね、さあそんな中高野の一撃決まったところもありましたね、あれインローだったり、はい、テイクダウンのフェイントが効いてやっぱり右ストレート当たりましたね、はい、もう右ストレート狙ってる感じあったんで、高潮選手もローキック蹴ったりしてたんでしっかり入るかなって思ってます、なるほど、さあそんな中ですが高潮も心折れずに必死に食らいつく、いや気持ち強いですね、はい、さあ5分2ラウンドの戦い、激しい戦いを終えました両者が中央に呼ばれています、判定決着です、判定結果をお伝えします、ジャッジ福田20対18、赤高野一人目、高野20対18、19対19、マスト判定赤高野二人目、マスト判定で高野20対18、赤高野よってこの試合3対0をもちまして勝者赤コーナー高野勇気、判定3対0、ほっとした様子を見せるのは高野勇気、高潮隆二を退けました。さあこの判定決着の結果、どういったところに要因を見ますか。やっぱりテイクダウン積極的に狙いに行ってたのと、はい、最後の右ストレートがやっぱ効かせられたんで良かったですね、はい、まあ、高潮隆二敗れはしましたが、しかしそのアグレッシブなところは今回も十分見せてくれましたね。いや本当にプレッシャーずっとかけてたし、はい、すごいいい選手ですね。またお話のあった通りも打撃がこう割とメイン目なところでの展開というのも、はい、いい戦いでしたね。もっとケージレスリングの高度な戦いになるのかなと思ってたんですけど、はい、両者のこのパワフルな打撃というのも見どころでした。すごい面白かったです、はい、まあ、お話あった通り高野勇気1ラウンドではそんな中でもテイクダウンを取り、そして第2ラウンドでは強振パンチを効かせというところが要因だったという戦いですね。昨年12月橋本裕太に敗れましたが、そこから再起高野勇気見事な勝利を挙げています。